こんにちは、長トロです。今回は最近評価がかなり上がってきた呪術師について解説していこうと思います。リリース当時はほぼ最強キャラと言っていいほどの強さを誇っていましたが、弱体化や血の女王と夢の魔女がハンター環境トップに上がったことによって、呪術師は長いこと弱キャラというレッテルを貼られ続けてきました。しかし最近のアップデートによって、呪術師のスタンが溜まるまでの時間減少、2番制度の実装、ハンター結婚者の台頭などによって再評価され始めたのです。そんな呪術師の最新版の解説をしていこうと思います。本当は呪術師の解説はあまり作りたくなかったんですよね。だって呪術師ってすごく言いづらいんですよ。解説ってその性質上、キャラクターの名前を何度も言わなきゃいけないので、本当に死活問題なんですよね。皆さんお気づきになられましたか？この短い時間でもう7回も呪術師という単語を言っていることに。今回は最近評価がかなり上がってきた呪術師について申し訳ないんですが、以降からこの動画では呪術という風に言わせてもらいます。それはさておき、今回は呪術の能力、試合前、呪術がファーストチェイスではなかった場合、呪術がファーストチェイスだった場合という構成で紹介していきます。呪術の能力は猿の魔像といって、この手に持っているお猿さんの頭を使って発動するスタン能力です。クールタイムは4秒で、1スタンは約1秒、3スタンは約4秒ほどハンターをスタンさせることができます。1スタン、3スタンはそれぞれ別のボタンが存在しており、呪いが溜まってから使用することができます。ちなみに呪いは最大5スタックまで貯めることができます。呪いを貯める方法は以下の3つです。呪術が攻撃を食らう。どんな攻撃であれ、呪術が攻撃を食らうと1スタンが貯まります。ボンボンの爆弾やガラテアの石像のような 0.5 ダメージでも溜まります。逆にジョゼフの 1.5 ダメージでも1スタンしか溜まらないので注意しましょう。ちなみにジョゼフの写真崩壊ダメージでは呪いは溜まりません。ハンターの近くにいる。ハンターにある程度近づいていると少しずつ呪いが溜まります。これはハンターに近ければ近いほど溜まる速度が速くなります。最短では12秒、遅くて約21秒くらいで溜まります。しかし1スタック貯まるごとに呪いが貯まる速度が永続で 11% 遅くなります。これは最大 77% 減少します。治療した、もしくは治療してくれた味方が攻撃を食らう。治療した味方や自分を治療してくれた味方が攻撃された場合も、1スタック分呪いを貯めることができます。この効果は仲間の治療が終わる瞬間に呪術が触っていれば発動できるので、近くで治療を受けている仲間がいたら最後だけでもいいので触らせてもらいましょう。ちなみにこの効果は対象となる味方がダウンしてしまうと消えてしまいます。さらに呪術は自分の治療に必要な時間が 20% も増加するというデメリットがあります。なるべく融合という人格を採用しておいた方がいいでしょう。これらの方法で呪術は呪いを貯めることができます。しかし呪いを使う上ではいくつかの注意点があります。スタンの上書き。スタンというものは最後に適用されたものに上書きされてしまいます。つまりビタ当てが決まっていても、空軍の銃が当たっていても、オフェンスが半分以上ボールを使ってタックルをしていても、呪術が1スタンを放ってしまうと、たったの1秒でハンターが復帰してしまい、全てを台無しにしてしまいます。絶対にやらないように注意しましょう。ハンターの攻撃硬直消し。ハンターの攻撃硬直も1スタンを使って消してしまうことがあります。これをすると即死待ったなしなので、絶対にしないようにしましょう。スタンはそもそもボタンを押してからほんの少し経たないと呪いの効力が発揮されません。なのでハンターの攻撃が届くような距離感でスタンを使ってしまうと、基本的に硬直を消してしまいます。なるべく後ろを見ながらチェイスをして距離感に気をつけましょう。特に白黒やハスターのため攻撃などは呪いの範囲外から攻撃が届いてしまうので注意が必要です。危機一髪中に呪い。危機一髪中はいくら攻撃されても呪いを貯めることができません。なのでこの間にスタンを使うのは大体無意味になってしまいます。ボタンを押してからスタンが発生するまでにラグがある関係上、救助をされている時にボタンを連打してしまうと、術中ハックハンターの攻撃硬直を消しながら無意味にダメージを食らい、呪いもたまらず救助に来てくれた味方の命まで危険にさらすことになります。絶対にしないようにしましょう。呪術は基本的に3級人格を採用することになります。なんといっても呪術はチェイスを引かないと話になりません。呪術の能力である猿の魔像は攻撃を食らうか、ハンターの近くに長時間いないと使用することができません。
つまり長時間チェイスをしない限り幸運児の方がハンターに対する対抗手段を持っているということになります。そもそも第五人格では4人しか仲間がいません。なので味方に対して毎試合何かしらの形で貢献することができるキャラクターが強いとされています。正直言って救助もチェイスも粘着もせず4試合に1回ぐらいしか貢献できない仲間を抱えている余裕はないということですね。ここ1年以上姿を見ていない占い師くんが評価されている理由もそこにあります。彼はチェイスや救助粘着をしていなくても解読の片手間に袋を飛ばすだけでどこにいようとも一瞬で味方のダメージを一発無効化できるというデタラメな補助を毎試合行うことができます。そりゃバンされるわけですよと。まあ多少話が逸れてしまいましたが、まとめるとジュジュは必ず長時間チェイスをしなくては味方に貢献することができないということですね。なので3級の方がいいのではなく3級じゃなければダメくらいの感覚ですね。大変だ。余ったポイントですが、呪いを貯めるために味方の治療が早くなる医師と魔像反動というデメリットを減らすために自分の治療される速度が速くなる融合を採用するのがいいと思います。ちなみに勝ちたいのであれば36は採用しない方がいいと思います。救助に行くということはチェイスをしていないので呪いが溜まっていないということです。試合の行方を左右する救助という重要な局面に呪いのないジュジュが救助に行くのは戦場に半袖短パンクロックスで向かうようなものなのでやめましょう。そんな格好で行くのは近所のコンビニぐらいにしておいてください。編成についてですが、他に36救助キャラが2キャラ以上ピックされていることを確認してからピックすることをお勧めします。解読キャラのようなジュジュよりもチェイス能力が弱いサバイバーがいた場合、あまりジュジュが終われなくなってしまうので相性が良くありません。特に機械技師との相性が悪いです。ジュジュの呪いの特性上攻撃を食らってしまうことが多いので全体の解読効率が下がってしまうためです。ハンターに対してですが、基本的に徒歩ハンターに対しては強く出ることができます。まあ強く出れるというのはそもそもチェイスが伸びることが前提の話ですが、逆に遠距離から攻撃できるハンターやそもそもスタンに対して強いハンターに対しては弱いです。なので血の女王や夢の魔女などをバンできてからピックすることをお勧めします。ここではジュジュがファーストチェイスではなかった時の立ち回りを紹介していきます。序盤はファーストチェイスが終わるくらいまで、中盤は通電前ぐらいまで、終盤は通電後をイメージしてください。序盤、理想を言うのであればファーストチェイスをしてほしいのですが、スポーン位置やハンターの気分にもよるのでしょうがない部分ではあります。ここで間違ってもチェイスを引きに行くために旅に出てはいけません。初手のお散歩は味方に貢献できないどころか味方の足を引っ張る行為なので、おとなしくチャットを出しつつ味方の位置を把握しながら近場の暗号機を解読しましょう。しかしファーストチェイスに巻き込まれた場合のみやることがあります。呪いダメです。軽くチェイス補助をしつつ味方が安全に別のポジションに移動できるように板を倒したりしてあげましょう。ここで間違ってもチェイスにくっついて自分の解読機をほっぽり出さないようにしましょう。ここでの一番重要な行為はチェイス補助ではなく解読です。あくまでも優先順位は間違えないようにしましょう。ちなみにここで攻撃を食らってしまうのは本当にできれば極力回避してほしいのですが、3級は救助に行かないのでそこまで大きな害にはなりません。まあ避けられるに越したことはありません。当たり前ですがダウンはしてはいけません。絶対にハンターがターゲット変更してくる可能性もあるので、それを考慮しつつ補助してあげましょう。中盤、ジュジュは自分が最初に解読していた暗号機を終わらせたら新規の暗号機を回しに行きましょう。ジュジュの解読速度は等倍なので他の救助職よりも解読が早いです。そのためできるだけ暗号機に触っている時間が長ければ長いほど解読効率が良くなります。場合によっては救助職の引き継ぎなどが必要な場面もありますが、基本的には新規を解読しに行きましょう。通電間際にはやることがあります。粘着です。通電する目処は立っているが仲間が継ぎ飛びの場合は粘着しに行ってあげましょう。この際は呪いが溜まっていなくても大丈夫です。継ぎ飛びのサバイバーの肉壁をしつつ呪いを溜めます。この段階では呪いはあまり使用しない方が賢明です。そして継ぎ飛びのサバイバーがダウンさせられてしまったら、ここまでにしこたま溜めた呪いをちらつかせてハンターを牽制して時間を稼ぎます。
このような場面では存在感なども気にする必要もないので、1スタンでもいいので椅子に座らせないようにすることだけを意識しましょう。ファーストチェイスを引かなかったジュジュの唯一の味方に貢献できるポイントです。気張っていきましょう。終盤、通電後にできることは特にありません。普通にゲート前待機をしたりしてゲートを開けましょう。ゲートが開いており、なおかつ呪いが溜まっているなら、ゲート内でラストチェイスをしている人を待ちながら、動かないで手伝うよなどのチャットを打ちます。味方が追われながらゲートに突っ込んでくる際に呪いを放って補助をしてあげましょう。地下室はこっちなどのチャットが来たら、ハッチに向かっているはずなので素早く脱出してあげましょう。ここで間違っても3スタンもないのにゲートから離れすぎることはしてはいけません。リスクしかないので、おとなしくゲート内にいましょう。さあ、満を持してのファーストチェイスです。やはりここで肝になってくるのが猿の魔像です。猿の魔像は最初の能力紹介でも言いましたが、だいたい21秒近くハンターのそばにいないと貯めることができません。そのチェイスが 2,30 秒しか持たずに一発攻撃を食らっているようだと、呪いも2しか溜まらず、あけなく死んでしまうことになるでしょう。しかもただチェイスをしていればいいわけではありません。ハンターとある程度近くないと呪いを貯めることができないので、何もハンターに対する対抗手段を持っていないにもかかわらず、初手からハンターと痛い見合いやグルチェなどのリスクが高いインファイトをしなければいけないのです。脳死で距離チェイスをするだけだと呪いが一向に溜まらないので、まだ他の探鉱者や昆虫学者のようなキャラクターを採用した方がマシかもしれません。はい、これがジュジュが上級者向けのキャラであると言われるゆえんでもあります。攻撃を食らうか食らわないかの壮絶な読み合いにドーパミンが出てしまうようなチェイスジャンキー向けのキャラクターということですね。そのようにハンターとの読み合いを繰り返していく最中に呪いが3以上溜まった場合、その呪いを使用してポジション移動を行います。そうして次のチェイスポジションで読み合いを行いと繰り返していきます。逆にスタンを使ってもその後のチェイスが伸びそうにないポジションであったら、あえてスタンを使用せずにセカンドチェイスのために温存するというのも一つの選択肢になります。このようにチェイスが伸びれば伸びるほど、さらに次のチェイスが伸びるというのがこのキャラクターの理想的な展開です。これらを踏まえてチェイス中に使えるテクニカルなスタンを紹介していきます。板間1スタン。ハンターが板の間を通り抜けようとした瞬間に1スタンを発動し、そのまま板当てをするというテクニックです。割と簡単な上に3スタンと同じぐらいのスタン効力があるので、積極的に狙っていきましょう。ハンターのスキルに対してスタン。ハンター側のスキルの多くは発動するモーション中にスタンを食らってしまうと、クールタイムだけが発生して効果が発動しなくなります。距離が近くないと使えないハイリスクな行動ですが、スキルが強いハンターなどに対してはかなり有効なので決まると強力です。瞬間移動キャンセル。瞬間移動や白黒のワープなど移動系スキルも発動途中であればスタンで止めることができます。これまた近くないといけないハイリスクな行動ですが、継ぎ飛びの味方へのターゲット変更をさせたくない場面などに使うと非常に強力です。以上で呪術師の解説を終了します。面白かったな、ためになったなと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。めっちゃ励みになって僕の更新速度が上がります。それでは皆さんのゲームライフに幸多からんことを。